皆さん、こんにちは。ファイナルファンタジー16の40回目の放送となります。今回の舞台は隠れ家です。次のマザークリスタル破壊作戦について会議を行います。なんだかんだで、もう40回目の放送か。最後まで粘り強く放送しようね、カイ君。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第40夜、開幕です。前回はね、マーサを救出しました。今回はガブがちょっと報告があるっていうことなんで、隠れ家に帰りたいなと思います。じゃあ帰ろう。じゃあ帰りましょうか。隠れ家へ。レッツゴー。ガブ、どんな報告かな？ガブが戻っているはずだ。探してみよう。ガブどこ行ったかな？近くにいるみたいだね。ロザリアの方で何かあったらしいわね。いや、ガブ、いたか。よー、クライブ、しけたつらしてんな。報告を。相変わらず愛想ってもんがない。そんなもんクライブに求めるのが悪いんだ。いいから、お前も座れ。ドレイクヘッドが消滅した直後、ザンブレク公国はクリスタル自治領に攻め入った。あそこにはマザークリスタルがある。その上、未だ黒の一帯に蝕まれていない。長らく続いた自治領の不可侵条約も破られる時はあっという間ね。ああ、こんな旨味のある場所、一度手に入れたら手放すバカはいるはずもないだろう。そんな強硬姿勢を崩さないザンブレクに対し、ついに名乗りを上げちまったのがダルメキア共和国ってわけだ。今や両軍とも自治領を舞台にして激しい睨み合いの真っ最中さ。つまり各国の目が自治領に集まっている。警備の穴が出始めたようだ。どこもいつ踏み込むかと浮き足立っているせいだろう。動くなら今だ。マザークリスタルを破壊する。お、なんと。世界に残るマザークリスタルは鉄王国のドレイクブレス、ダルメキアのドレイクファング、ウォールードのドレイクスパイ、そしてクリスタル自治領のドレイクテイル。ダルメキア軍の大半はザンブレクの件で自治領に出向いてる。となると狙うはドレイクファングか。いや、ダルメキアは戦を仕掛けた側だ。当然背後を取られないように守りを固めるだろう。だが今なら今日ついて狙える場所がある。ドレイクブレス。おいおい、鉄王国は海の向こうだぞ。どうやって渡るつもりだ。ポートイゾルデに住む知人を頼ってみろ。知人だ。おじだよ、バイロン・ロズフィールド。ロザリア七家族のあのバイロン・ロズフィールド。大陸を股にかけるとんでもない大豪商だろ。待て、そうだよ、お前一応ロズフィールドの坊ちゃまだったな。おじはれっきとした貴族だが、その傍ら貿易を営んでる。商船なら都合がつくかもしれない。いけそうじゃねえか。よっしゃ、いっちょやってやろうぜ。な、な。モーグリ、かわいい。
おお。はいよ。いろいろ解放したね。調べてみよう。よし、支度をしたらポートイゾルデに向かおう。ちょっと待ってね。モグに話してんや。クポー。確かリスキーモブ掲示板が解放したとか。いい加減。行ってみよう。いた。マーサさんは無事だったんですね。そうだよ。なんだ、ネクタール。リスキーモブ掲示板か。各地に現れた凶暴な魔物、リスキーモブの目撃団が張り出されている。どいつもこいつも石の剣の連中には手に負えない強さだと聞いた。お前の思惑はともかく、人の暮らしを脅かすのは戦や黒の一体ばかりじゃない。リスキーモブを倒すことでも人が人として生きる場所を作ることにつながるか。分かった、力になろう。おお、やりたかったんだよなこれ。うん、分かった、話してみるよ。何この気候で。外大陸のこと？いや、聞いてないと思う。そうか、リスキーモブみたいな。あー、3件も出てるね。へー、アーリマンに翼の生えた貴婦人っていうのもいる。ベルフェゴールっていうのもいるね。じゃあとりあえず前回さ、アーリマン、こいつ倒せなかったから、これ倒そうかな。あれ、はいはいはい。全部の、そうだね、全部やりたいね。じゃあアーディマン倒しに行くか。じゃあポートイゾルデはちょっとまた次回というと、次回以降ということで、今回はそのアーディマンを倒しに行こうかな。いいね、いいね、アーディマンをやっつけに行こう。船を貸してくださるといいのだけど。どうなるかな。だっておじって、さあ、アナベラの気候を耐えてる人でしょ。きっとうまくやってるっていうことで、味方じゃない気がするんだよな。あまり期待しない方がいいかもしれないね。まあ、それは次回以降の話。今はアーディマンを倒しに行きましょう。え、そんなアーディマン行きたかったのに。え、マジっすか、マジか。わかった。じゃあ、フォークライ断壁行ってきますか。断壁か。マジか、行きたかったな。アーリマンと戦いたかった。じゃあ、行きましょう。行けないならしょうがないね。ポートイゾルデへ向かおう。ガブを連れてこなくてよかったの？張り切ってたのに。
奴には風獄部下を探ってもらってる。紙幣が動くと面倒だからな。この手の仕事はガブが最も適任だ。ええ、そうね。それにシドが言ってたように潜り込むのはドミナントだけでいい。万が一の事態が起こっても俺たちだけならなんとか逃げ出せる。いつか戻ろうと思ってたの。鉄王国へ。どうして？あの国にはやり残してきたことがあるから。それに自分の過去と向き合いたい。あなたのように。力になるよ、ジル。頼りにしてる。行こう。ポートイズルで行きますか。行こう。そういえば、このロザリア南部は大丈夫かしら。マーサの宿で。あんなことがあったばかりで。そうだな。ポートイゾルではまだ遠い。近くの人里で話を聞いてみるか。だこの先にアンバーという村があったはずだ。そこを目指そう。おお、あ、こことつながるんだ。面白いね。アンバーだからここか。よし、出発だ。でモンスターいますね。レベル24、でっかいな。ダメだ。召喚獣を駆使すればそこまで難しい敵じゃないね。今だ。ちょっと待って。そうだよ。どこ行った。オディ。さあ、アンバー行こう。こっちから行くか。キラービー飛んでんな。そうだよ。よし、行こう。ジル、こっちだよ。無駄だ、無駄。無駄で聞き込み調査しようか。人はいるね。昔のロザリアならこんな恐ろしいことは起こらなかったのに。し、めったなことを言うんじゃないよ。なんだ。いいな。奴らをかばい立てすれば俗領総督府の存意により貴様らを粛清する。我々は俗領ロザリアの汚れを排除するものである。肝に銘じよ。承知いたしております。村の者にも言って聞かせますので。何があったのかしら。というわけで、今回はここまでだよ。ガブさん、右目が失っていましたが、相変わらず元気でしたね。右目を失っても元気で活動している、とても強い男性だね。
そして、マザークリスタルの破壊候補地として、鉄王国のドレイクブレスに決定したね。本当にうまくいけばいいけど、心配だよ。クライブのおじさんに船を借りればいいんでしょ？楽勝だよ。大丈夫、大丈夫。でも、あのアナベラの政策をかいくぐっている人だし、実は悪人との可能性もありますよね。なんだか、うまくいく気がしないイメージが。まずはポートイゾルデに行かないとね。おじさんが悪い人かどうかは、それから判断してもいいと思う。さあ、頑張ろう。それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また会いましょう。じゃあねー。